とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、古代狩りに行きます。もうアイテムがいっぱいいっぱいだね。よし、今日こそはいいのが出てきてほしいな。今日はちょっと、本当に、狙っていきたいと思います。いつも狙ってるんだけどね。それでも出ないからさ。なかなか厳しいよね。まあ、いつも通り、91%。これぐらいでいくか。91%、2.1。さすがにこれぐらいになると、出てきてくれるでしょう。いや、よかった。本当によかった。チェストの数が19なのよ。19。90% 台で、19ってなかなかやばいかなと思ってたけど、よかった。出てきてくれた。もう洞窟めちゃくちゃあったらいいのに。よっしゃ、ああそうだった。この前もなんかこういうのでやられた気がする。こいつ再生持ってんのか。ああよっしゃ、倒した。ちょっと待って、クリーパーがこうやばいんだ。もうクリーパーがやばいんだって。やめてくれやめてくれ、取らせて。おいい感じにレベルアップしてくれた。輝くローブでした。ここは、見覚えがあるぞ。このタイニーだろう。どうやって倒すか。まあまあ、普通通りに行く。うん。タイニー自体は弱いな。問題は、こいつらなんだね。やべ。なんとか、あ、いや、全然逃げ回りながら、雷落としていくだけでいけるわ。うん。近寄らなければいいってことね。3体目。もういないかな。もうゴールがね、間近なんだよね。もういないかもしんない。やべ、ちょっとなんか、場所を探そう。倒せる場所を探そう。跳ね返ってくるもんな。ノーマル品か。まあ、輝くローブは出たね。一周目おしまい。まあ 90% にしては、まあまあそんなもんか。3体出れば、上々かな？ミステリー。クールダウンはね、もともとからついてるんだけども、他がよろしくない。次、全部ノーマル品、いりません。ハイランド。いらないかな。で、スライサー。使わないね。なんか、こういう装備をさ、使えるようにアップデートしてほしいよね。次ぐらい。なんかそういう風にしてほしいな。全部ノーマルか。冬か。あ、クールダウンショットがもともとついてる。こういうのがやっぱいいんだよね。こういうのが欲しい。冬の指先だったらね。はい、2周目いきまーす。二周目いい感じだね。チェストの数15。15は悪くないよ。まあ、さすがにやっぱ 90% 台はいいね。90ぐらいがやっぱいいんだな。でも90出すのってなかなか難しいからね。やられてしまうた。90% か。80% はなんかいまいちだけど、90は、あ、やばい、死ぬ。おー、セーフ。危なかった。次はここだね。まあ、ツタのアーマーが出てきてくれれば、ちょっと嬉しいかな。しゃあ。何出た？コグクロスか。コグクロス、このシリーズいらないな。次、ハテナ。ちょっとやばいね。変更が出まくって、あと一回死ぬと、終わりです。なんとか死なないように、ここ変更ないよね。あるじゃん、お前。もう、変更持ちだった。危な。死ぬかと思った。そして、ここ。あったよね、ここ。ここ変更持ってなかった、ボスが。気のせい？まあ、いいや、ここに入って倒そうか。ここ安全だよね。
もうやっぱりほらほら変更持ってる。やばいよやばいよやばいよ。倒した倒しきった ?OK。あぶね、やっぱり変更持ってた。そう思ったんだ。なんか無難な感じだね。もっとわっと出てきてくれても構わないんだけど。まあ、とりあえず2周目、終わりです。ケイブクローラー、いらない。ピグリンの誇り。これ使えるかな?なんか、微妙なんだけども、使い方があるのかな?カリ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 ってこう巻き上げて、一気に5、6発ね、パーって撃つやつなんだけど、どうなんだろうね。今のところ俺は、ほぼほぼ使い切れないね。はい、次。おお、いっぱい出てきたよ。監修。流れ込む魂が入ってれば、つけてもいいかなと思うんだけども、ダメだね。ピンクスコンドレルは、惜しいな。惜しい。一番右にクールダウンショットがあれば、もう即採用だったね。うん。エメラルドドロップ増加、アーティファクトチャージ、浮遊攻撃。うわ、最高だったな、これ。惜しい。夜の棒。ダメかな。いや、これ惜しいな、ピンクスコーンドレル。これは惜しかった。次。ノーマルヒント。名もなき刃。もともと回復がついてる。悪くないね。うん。あと、衝撃波と、まあまあ、重力つけてもありか。悪くはないですね。でも今は使いません。3周目いきまーす。3周目1体目。なんか今回さ、ウィーバー多くない?ウィーバーがめちゃくちゃ出る気がするんだけど、待って、ね、危ねえ。よう耐えた、よう耐えた。よく耐えたね、本当に。まあまあ、2回目は無理だったけど。でもノーマルヒントか。ノーマルか。ドロップ率はなんか、厳しいね。ここか。もう一個の方が良かったな。ここよりもさ、もう一個のところの方が嬉しかった。お、なんか出た。待って、イカが出た、イカが出た。まあまあまあ、いいんじゃないですか?うん、バブルバースターの方が嬉しかったけども、イカでも全然 OK。あ、よかったよかった。それでは3周目終わりましたね。3周目良かったと思ったんだけどな。チェストが14個だったんで良かったけども、いまいち伸びなかったね。見ていきましょう。最後は、ベビー。このクロスボウ二つ持ちのやつ、どうなんだろうね。ダイナモが強かった時は、意外といけたのかな。どうだろう。で、ツタ、いらないな。ムチもね、ちょっと微妙な感じするよね。で、全部ノーマルヒン、次。オートクロスボウか。今使わないよ。今はもうちょっと使って、いけないかな。全部ダメだ。幸運か。追加だ。いやー、よくないね。よろしくないです。まあまあ、今日出たやつ見てみましょうか。イカがね、すごく気になるところ。イカがすごく気になる。まあとりあえずノーマル品から。いりませんね。狼いらない。悪くはないかもしんないけどね。デュアルクロスボウ、もちろんいりません。コグ、もちろんいらない。トリックボウ。クールダウンショットはついてるけども、他が良くない。使いられね。これもどうなんだろうね。強いのかな?まあ、いりません。狼。いらない。輝くローブ、どうだ?よくないかな。雷フォーカスと火炎フォーカスついて、で、黄金がトゲか。
まあ、真ん中はアクロバットにするにして、使えないわけでもないけど、まあ今持ってるやつの方がマシかな。トゲがやっぱよろしくないな。トゲよろしくない。いりません。見てみましょう。どうだ？あー、良くないな。良くないな。黄金スキルまずよろしくないでしょ。で、雷フォーカスはいい。一番右のデスバーターも良しとして、やっぱ真ん中にね、クールダウン欲しかったかな。ちょっとクールダウンないと使いにくいんだよね。はい、ということで、いりません。売ります。なかなかダメだな。イカが出てきた時はね、ちょっと興奮しちゃったんだけど、どうも他がよろしくなかったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。